夢ラジオ第5530回今日は令和5年9月22日金曜日です時刻は午前10時予浜は北金曜の朝雲が垂れ込めたけれどところどころブルースかいそんな朝気温は上がらないでしょうまだわけ話していますさて 金曜朝10時の夢ラジオ今回は「競争と退場こそ保守の経済政策」こんなタイトルでお話ししましょう。夢ラジオで最近よく経済のお話をしておりますが保守という立場から経済を論じる時価格に そして、小取引量に、その社会の、これまでのすべての知恵が備わっているんだ。しかも過去だけではなく、未来もその価格に含まれているんだ。その価格というのは、この世のものすべての価格です。不動産価格でもいい。株価でもいい。みかんの値段でもいい。りんごの値段でもいい。 鉛筆や消しゴムの値段でも構いません物見な値段がついているんですがその価格こそこれまでのその共同体の時間性を反映したインデックス指数なわけですからそれをできるだけ尊重しようというのが保守の経済政策ですアダム・スミス以来基本的にそうです。 逆に補助金を出してある産業を育成しようとかあるいは潰れそうな会社なのに助成金を出して延命させようとか政府の公的資金を注入するまたは成長戦略を決めてそこに政府が重点的に投資する一見いいことのようでいてこれらはすべて保守の経済政策ではありません。 保守の経済政策は競争と対です競争することによって自然で自由な競争。そのことによって物を作る側プロデューサーの側からすると生産者ねできるだけ安くコストを抑えようという動機が働きできるだけ良い品質を保とう向上させようという動機が働きだから良いものが出来上がるんでしたね。 ところがその補助金なの助成金なのあるいは公的資金なのというこういう政府の介入によるとそれが行われるとあ値段を安くしなくてもいいのねあ品質改善しなくてもいいのねこうなってしまうわけです。私がよく放送の中で あの学校教員を含め公務員は堕落するという話をしておりますが公務員はこの品質向上そしてコストカットこの動機が全く働かないからそうなんです。民間企業においても民間企業の中で特権的な地位を占めてしまう企業はもしそれがあればこの品質向上と価格 コストをを抑えるといいう努力ししなくなくってしまいますだから独占禁止法があるんですよねだからあの独占禁止法があるっていうのは要するに資本主義では競争してくれないと困りますそしてボンクラで競争ができない改善できないそのようなグループはそのような会社は退場してくださいつまり倒産してくださいということなんですよ。 それは必要がないから、社会にとって。誰も見向きもしていないから。よくイメラジオでこれも話しておりますが、倒産がある、退場があるということこそ、資本主義の素晴らしいところなんです。社会主義はどうでしたか。もう誰も見向きもしないような製品を作っているのに、そのゾンビ企業がずっと生き残っていて、なぜかというと、いくら赤字を垂れ流しても、それを、 政府が繰り延べしているからなんですよ。補助金だかなんだかで。そして財務は公表されない。お隣の中国がそうでしょ恒大集団みたいなところがこれからもずっと延命するんですよ。どれほど負債を抱えていても中国政府がそこにお金入れるからですよ。あれは資本主義の形ではない。だから恒大集団としてはお願いしますと中国政府に言えば いくら負債が増えてようが赤字垂れ流そうがやっていけるわけですよそれはね競争と退場これが資本主義の真髄でありこれが保守の経済政策の真髄ですただしこれだと競争に負けた人あるいは働かなくなった人この人たちは 路頭にに迷ううのかという話になりますねですから生活保護ベーシックインカムそして負の所得税他にやり方がいいのがあるなら何でもよいのですがそのようなセーフティーネットを設けて再チャレンジしてねとそれでも再チャレンジ嫌ですもう働く意欲をなくしましたという人はその人が会社に残っても意味はなくそして会社の生産性が下がりますから。 それだったら生活保護で最低限の生活でお願いします。働けるのに働かない人は、まあ、食うべからざるという、食うべからずといえばかわいそうですよね。ですから、最低限食べてくださいという、そういうこと、生きてはいけるようにしときましょうということです。日本の経済が30年間停滞したのも、この 働かなく生産性が悪い者たちを解雇せずずっと社内にあの閉じ込めたままやる気のある若手の社員が見切りをつけてどこか別な多分外資みたいなところで能力を発揮しそして日本の経済が伸びないというのが実は本質のところであろう私はそう見ております。つままり、正社員員たたたは公務員みたいな人たちが、 吐色しているがゆえにそして仕事へのやる気をなくしあの順応する能力ももう消えうせただそこにいるだけのような人たちパソコンの画面を見つめて仕事しているふりだけのそのような者たちこれが頑張ってらっしゃるのでですから就職氷河期も起きればですね経済の停滞も起きる。 有能な人ほど見切りをつけて別な場所に行きそこで所得を稼いでそれは日本の経済に寄与しないこういうことですね日銀の貨幣供給量が少なかったからでも政府の財政出動が低かったからでもないと思うそうではなく根本的なところ働かない人が会社にたくさんいてその人たちが あの退場できない退場しないいろんな解雇規制によってねそれが実はあの日本の本質だろうそうではなく厳しい現実を突きつけて,突きつけてあげてその時は辛いけどそして次の一歩を踏み立たせる勇気をその人が持っていないんならもう勝手に環境として与えてあげるこういうのが 実は保守主義であり資本主義でありそれこそが本当の優しさでもあると私は思うもうその会社に何の,あの存在意義もないその社員が会社にいることに何の意義もない自分も周囲も十分分かってるなのにぐずぐずといさせる飼い殺しみたいなことをするしかも善意でねこんな状況がいいはずはないんです ある会社が社会からもう必要とされなくなったら淘汰されるべきです。ある社員がその会社でもう必要ないと思われているなら退場して別なところで働き始めるべきです。その意味においては流動化というのは素晴らしいことじゃないですか。仕事の流動化というのは。ある場所でダメでも次にやれる場所がある。このことですね。 そしてどこでもやれなかったら、その時はしばらくの間、ベーシックインカムで食いつなぎましょうよ。生活保護を受けましょうよ。その時には。十分備わっているじゃないですか。仕事がないから飢え死にしたという話を聞いたことがありませんね。痛み。これが必要なんです。そしてそれは会社にも社員個人にもそうなんです。そしてそれが究極の優しさでもある。 維新が今述べているのも単に公務員叩いてルサンチマンでだけじゃないこの辺を維新が実はついていてそれを国民がある程度理解し始めてきたから逆に補助金やなんとか調整やそんなもので本来なら解雇すべき人が会社に残ってしまうようなそういう規則を作ったり あるいは本来ならもう倒産すべき会社が生き残れるようなそんな法律作ったりしている政府の方がおかしいんだ。成,成長できるはずがない。夢ラジオ。競争と退場こそ保守の経済政策。ありがとうございました。